1958年大英帝国、イギリス連邦競技大会は1958年7月18日から7月26日まで、イギリス、ウェールズのカーディフで行われた、コモンウェルスゲームズの第6回大会である、ナショナルスタジアムをメイン会場に開催された。カーディフでは1946年に大英帝国競技大会の開催が予定されていたが、 第二次世界大戦のため実施されなかった。この大会より、クイーンズバトンリレーが始まり、バッキンガム宮殿からカーディフに向けて出発したリレーの最初の奏者は、ロジャー・バニスターとクリス・チャタウェイであった。人種を基準とした代表選考、派遣を行ったことで、他の参加国から大きな批判を浴びた南アフリカは、このカーディフ大会を最後に、 アパルトヘイト撤廃後の1994年までコモンウェルスゲームズに不参加となった。参加国、地域ブルネー、ドミニカ、ジブラルタル、マンジマ、ジャージー島、マルタ、北、ボルネオ、ペナン、シンガポール、セント・ビンセントが新たに加わり、35の国と地域が参加した。ありがとうございます。